はい、どうも小林です。今回は質問に答えてみよう第3弾ということでですね、また、皆様からいただいた質問にいくつか答えていきたいと思います。それでは行ってみましょう。多分どうして小林っていう名前にしたのかということだと思うんですけど、まず僕の本名が小林誠って言いまして、 Google で小林誠で検索かけてみると3000万件くらいヒットしてしまいまして、この名前でちょっと活動していくのは厳しいなと思いまして、それで小林ソロで、小林のソロっていうことなんですけど、小林ソロで検索をかけてみたところ、なんと僕しか出てこなかったので、この名前でやっております。最近は何聞いてるかな、僕は基本的にミーハーなのでね、まあ自分でカバーさせていただいたアーティストさんとかよく聞かせていただいてますし、あとは、まあ、最近だとバンプとかもよく聞いてますし、あとはワンフィグリック、ジョン・メイヤー、ケイティ、ブルーノ・マーズ、ワンダイレクション、オースティン・バーフォーネ、マイケル・ブーブレ、あと AKB48 とあとフナッシーですね。同じ人です。ここからツイキャスでいただいてた質問ですね。サッカーは小学校3年生の頃から、高3の冬までがっつりやってました。でもその時からやるのは好きだったんですけど、見るのはあんまり好きじゃなかったです。大阪の大塚高校っていうところに通ってましたよ。あれはギターの入れ物です。ということで、今回はここまで。またね、やりたいと思いますので、ぜひ皆様楽しみにしていてください。それではまたお会いしましょう。小林でした。またね。